チャオテテコメスターテ、こんにちは。ラックチのサチ料理教室をしております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい簡単にできるお料理、お菓子、パンをご紹介しております。本日の食材はじゃーん、はい、こちらの桃ですね。今旬の桃なんですけども、今日はですね、ちょっと傷ついてしまったこんな桃、こちらをね使って美味しいアイスクリームをね作っていこうと思います。はい、ちょっとねこんな風に傷がついてるとね、そのまま切るとちょっと冴えないなっていう感じなんですけども、今回はこちらの桃をね美味しいアイスクリームシャーベットにねしていこうと思います。作り方ね、下の概要欄の方に詳しい配合などをね載せておりますので、よかったら参考にしてください。ちなみに私はラクチナサチというイタリア料理とパンの料理教室をやっております。そちらでは対面レッスンのほかオンラインレッスンもやっておりますので、ご興味ある方はぜひですね、こちらも下の概要欄の方に LINE を貼っておきますので、よかったら登録してください。今登録していただきますと素敵なプレゼントを差し上げております。はい、それでは早速始めていきます。後ほどアドポ。はい、材料です。はい、こちらのね桃ですね、ちょっと傷ついちゃっても大丈夫ですね。柔らかめの桃を用意してください。はい、そしてこちらです。こちらですね、牛乳ではなくて実は自家製のカスピカヨーグルトが入っています。もちろんね、市販のパックに入ったヨーグルトを買ってきていただいても大丈夫です。このカスピカヨーグルトのね作り方、なんともう30年近くこれ生きているんですけども、とても簡単なので、こちらも概要欄の方に貼っておきますね。ご興味あればご覧ください。はい、そしてお砂糖です。今日のお砂糖はグラニュー糖をね、用意しております。グラニュー糖をね使うと桃の味わいがねすっきりと感じられて、美味しくなります。ただしね、他のお砂糖、例えば上白糖とか、あるいは健康に気を使っている方はきび砂糖とか、あるいは蜂蜜でも OK です。はい、材料これだけです。それでは早速始めていきます。あと、はい、こちらのジップロックをねご用意ください。今回はね機械も使わずにとても簡単です。はい、それではまず、皮付きのままこんな感じで切っていきます。あ、ちょっとやっぱり傷んでますね。こういう部分はね皮を剥きながら取っていただければいいと思います。こんな感じで傷んでる部分はもう取り除いちゃってください。なるべく熟してる方がね甘くて美味しいので、少しぐらい傷んでてもね、こういうものを選んでいただいて大丈夫だと思います。あまり硬いとね、ちょっと実はこの後潰れにくいので、少し柔らかめをねご用意ください。ざっくりとでいいので、こんな感じで切ってください。そしたらこちらのジップロックにねどんどん入れていきます。ちょっとね、なんか傷んでるところが多かったので、ちょっとしか取れなかったので、もう一個こちらもちょっと傷んでます。こちらもう一個ね切っていきたいと思います。今回のはね少し硬めですね。小さく切っていきたいと思います。種の周りもね、実がついているので取っていきたいと思います。もうね大きさとか形はね、大丈夫です。どうでもね適当に切ってください。あんまり大きいとね後で潰すのに大変なので、まあとりあえず小さくは切るようにねしていただけるといいかなと思います。こんな感じでできました。はい、そしたらあればでいいんですけど、レモン汁、今日はこのパックに入っているのを使っていこうと思うんですけど、普通の丸いやつでも OK です。これをちょっとだけね入れていきます。そうすると桃の色がね変わりにくくなります。あんまり入れると酸っぱくなるので小さじ1ぐらいで
いいかと思います。この分量で小さじ1、そしてこんな感じでちょっとね揉んであげます。はい、そしたらこちらヨーグルトです。これを入れるんですけど、量はこんな風にやってみて、この桃の体積のだいたいですね4分の1ぐらい入れればいいかなと思います。本当にもう目分量でね入れていただけたらと思います。なんとか足りそうです。はい、こんな感じで入りましたね。ブロックをしっかりと閉じて、ここでですねこういう肉たたきがあれば、あるいはなんかビール瓶みたいなのもいいんですけど、ちょっと軽く叩いてあげます。桃の硬さによってちょっとすぐに潰れる場合とそうじゃない場合があります。なのでちょっと柔らかめのね、桃の方がこのアイスクリームには向いています。もしこちらのような肉たたきがない場合、そしたら手でこんな感じでグッグッグッと潰していただいても大丈夫です。はい、こんな感じで、潰れました。私はちょっとだけね身が残ってるのが好きなんで完全には潰してません。これお好みでね、潰し加減は決めてください。ちょっとゴロゴロって少し残ってます。それではこれを冷凍庫にね入れていきます。大事なものを忘れてました。お砂糖です。これね桃の甘さによって入れる量は変わりますんで、ちょっとね味見をしてください。このままで十分甘いよって人はこのままでいいんですけど、少し入れていきますね。1杯2杯そして混ぜます。うん、ちょうどよくなりました。それじゃあ冷凍していきます。はい、一晩経って固まってます。はい、そしたらこちらね、ちょっと硬いんで、よっ、ちょっと硬いですね。なので包丁でね切っていこうと思います。包丁を使って薄くなってるのでね簡単にすることができます。熱いのでどんどん溶けていきますね。早いですね。はい、こんな感じです。出来上がりました。はい、完成です。とっても簡単に、ね、できますので、ぜひ、ね、作ってみてください。それではちょっと試食を、ね、してみたいと思います。いただきます。いただきます。桃のねこのね香りと甘さとねヨーグルトがちょっと入ったこの酸味も最高ですのでね、ぜひ皆さんね作ってみてください。はい、ということで今日の動画面白かった、そしてためになったという方はぜひチャンネル登録そして高評価どうぞよろしくお願いいたします。この他にもねいろんなレシピをねこちらでご紹介しております。あとねインスタグラムもね毎日更新してますので、よかったらそちらをチェックしてください。それではまた次のチャンネルで、ね、お待ちしております。今日はありがとうございました。チャオプロスモグラチャティ。